こんにちは、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの児玉ひかりです。今日はなんと2020年2月14日、児玉ひかり、私事ではありますが20歳になりました。というわけで、早いもので10代を昨日で終え、20代に突入します。早いですね。初めて曲を作ったのは14歳。もう6年もそれから時が経ちましたが、歌いたいという気持ちはどんどん年を重ねるごとに強くなっているので、2020年が児玉ひかりの年にできるようにさらに頑張っていきます。ぜひこれからも応援よろしくお願いします。皆さん本当にいつもありがとうございます。というわけで、久々に児玉の美声計画第2弾をやりたいと思います。なんやこれって思った人は、走れメロスを朗読してみたっていうのを前回というか結構前に上げてるので見てみてください。今回はちょっとアフレコをしてみました。何のアフレコというと、今日はバレンタインということなので、自分は誕生日なんですけどね、生チョコレートを、作ってみたのでそちらにアフレコをしてみました。すごく簡単に作れて、毎年私は生チョコをもう定番で作ってるので、ぜひ皆さんも、もうバレンタイン終わっちゃったけど作ってみてください。ゆるゆるなアフレコです。ぜひご覧ください。ということで始まりました、児玉ひかりのクッキング。今回はこちらの生チョコを使って、間違えました、こちらのチョコを使って生チョコを作っていきましょう。はい、というわけで、まずチョコを切り刻んでまいります。意外とこのチョコを切り刻む作業がすごく大変なのでね、皆さん料理をしてくれてる方にすごく感謝をやっぱりしないといけないですよ。料理は体力、料理は体力、料理は体力なんです。鼻声出ちゃった。まあそんなとこですね。チョコを切り刻むのはすごく大変でした。手の癖がすごいんだよね。早送りにしててもわかるけど、なんかすごい、うわ、ぐねぐねしてる、やだん。頑張りました、お疲れ。次にお鍋に生クリームを入れていきます。生クリームですね、私はすごい好きじゃないですね。いちごのショートケーキも食べたことないぐらいなので驚かれるんですけど、ちなみにですね、初めてしたバイトはケーキ屋さんでした。ありがとうございます。こちらにですね、蜂蜜を入れてまいります。この蜂蜜がね、全然出なくて、なんかすごい片手で絞ってんだけどすごい出なくて、苦労してるのです。こちらの蜂蜜を大さじ2杯入れていきたいところなんですが、すごい苦戦してますね。蜂蜜はどうしたらこううまく取れるんでしょうか。大きいボトルの時なんかうまくいきたいところだけど、こちらの生クリームと蜂蜜を合わせたものをお鍋で中火にかけます。沸騰する前くらいまで、かけていきます。だからね、泡がプツプツ言う、あ、これですね、プツプツ言い始めたら火を止めてやってください。急いで止めて、止めてあげて。こちらにチョコ入れるよ。あチョコのなだれやで、こうやって刻んだチョコを入れて包んでいきます。すごく簡単でしょ。チョコをね、溶かしてから生クリームに入れるレシピが多かったんですけど、私は昔からこの方法ですごく美味しい生チョコレートを毎年簡単に作っているので、ぜひ皆さんも試してみてください。もうこんなすぐね、いい感じになってまいりました。もうちょっと混ぜていくと、しっかりね、とろみのある濃い生チョコレートになっていきますよ。みんな本当にね、簡単だから、簡単だしすごい美味しいので、ぜひ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 作ってください。みんなは今年誰かにあげるのかな、バレンタイン。男の子が女の子にあげてもいいしね。もうなんか料理男子みたいのも流行ってるし、もう何があっても許されますよ、本当に。犯罪以外はね。美味しいチョコ、あーいいですね。いいね。いいよ。いいね。ハート、ハートで、ハート書いてます。ハート書いてからのサイン書こうとしたけど、全然書けなかったというオチです。はい。これを、
生クリームの絞り袋みたいなものに入れていきます。今回はいつもだったらパッドに移し替えてるんですけど、今回はこんな感じで絞り袋から一つ一つこうやって出していくと、デコレーションするのに楽だなということになって気づきましてですね、今回は初挑戦してみました。意外とすごく難しかったんですけど、慣れてくれば大丈夫です。あら、いいんじゃないですか。冷蔵庫に入れる前の生チョコたちです。ハートなんかも作ってみました。誰でも簡単にできると思うのでね、ぜひ皆さんもやってみてください。いいじゃないの、美味しそうよ。ツヤがすごいのよ、 iPhone なのに。いい映像でした。はい、ここにさらに可愛いピンクの包装のガーナが、これは何に使うのかと言いますと、こちら今の生チョコをさらにコーティングするチョコレートを溶かしてまいります。今回はすごくざっくばらんな割り方しちゃってるけど、デコレーション用だしいいかなという気持ちでね、やっていたら結構大事だったなと後悔しました。もうちょっと細かく刻んだ方がいいと思います。こちら普通に生チョコをね持ってくと崩れやすかったりするので、チョコでコーティングしてあげるとなお外はパリ、中はトロみたいな素敵な生チョコレートに仕上がるんじゃないかなと思って、今回はデコレーション用にチョコをさらに溶かしています。ギルティーでね、この冷蔵庫で1時間ほど冷やしたものをチョコにまぶすじゃないね、つけていきます。これね、なんか正直なかなかうまくいかなくて、棒みたいなのをつければよかったなと後悔しました。で、しかもいい網がなくて、これなんとお餅を焼く網なんです。ハートもね、ハート型のも半分こうやってつけてみたらいいかなと思ったんだけど、なかなか置くのが難しくて、わーお、やってしまいました。間違いはふるさとだ、誰にだってある。ということでね、こちら完成品です。いかがでしょうか。結構売り物みたいな見た目になったんじゃないですか。ココアをまぶしたものと新たにチョコレートでコーティングしたもの2つ用意しました。簺単なのでぜひ皆さんも作ってみてください。イエーイ。